おはようございます。9月17日火曜日、全国のお天気をお伝えします。台風14号が接近する沖縄は変わりやすい天気で、日差しが届いていても急な雨にご注意ください。徐々に風も強まり、高波にも注意が必要です。18日水曜日になると台風が接近、通過する予想となっています。早めに台風対策を行ってください。一方、東日本から西日本にかけては日差しの届くところがあっても、各地でにわか雨や雷雨の可能性があります。週末明けの外出には折りたたみ傘をお持ちください。また東北南部や西日本、東日本の気温を見ていきますと、各地で30度を超えるところも多くなっております。九州北部では一部猛暑日となるところも出てくる予想です。暑さ対策は万全に行ってください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースから確認することができます。